今んとこなんかお使い感が面白くないわけじゃないけど、なんかお使い感が尋常じゃなくて、こっから面白くなっていくんでしょうか。なんかものすごい勧められたからな。とりあえず何やってたんだっけ。ああ、なんかこんなのやってたね。あんまり強くないやつを倒して、で、なんかできんじゃない、ブーストキックできるよこれ。使うのこれ。あ、まつウェポンハンガー、ああ、そっか、でも突っ込んでって蹴り飛ばすっていうのは強いのかもしれない。ウェポンハンガー、武器ハンガー機能、これいいんじゃないか。これやろうぜ。硬いの武器ハンガー機能、肩武器の代わりに手武器を追加で装備をすることが可能となる。これでここに買わなきゃいけないのか、これ。お？お？どういうこと？余ってる。ああ、こういうことか。なるほどね。これで、バズーカとか乗っけることもできますと。なるほどね。なんか今んとこね、ミサイルがさ、なんかね、いまいち、あれすぐれ。ミサイルがいまいち機能してねえっていうかさ、あんまり強くないんだよな。バズーカでも出した方がいいんじゃないの？これがなんか、あれ？強ミサイルどれだっけ？強ミサイルこれか。ああ。じゃあ、こっちだ。ああ、こっちは剣なのか。そういう制限があるのか。失敗したな。強ミサイルを逆の手にすれば、逆の肩にすれば。強ミサイル一回使いたいからな。とりあえずそのままでいくか。しょうがねえ。己。うん、メインシステム621。定型文から始まる。ルビコン解放戦線、お使いブリーフィングを確認しろ。お使いイベント、ゾンビだらけになってる。身内の恥をさらすような。ここからバイオハザード2が始まる。レオン。なんだっけ？潜入して原因を調査すればいいのね。はいはい、わかりました。621、一つ助言を送ろう。不測の事態を予測しろ。え？これ俺の意思とか反映されないのこれ。なんかたまにはさ、断りたいんだけど仕事とか。ちょっとその仕事あんまやりたくないっすねみたいなさ。そういうのないの。そういう選択肢は俺には与えられないの。ゲームやってるの俺なんだ。メインシステム、戦闘モード起動。ミッション開始だ。ボス第二交渉の調査を始める。これ、水に落ちちゃってるな。めっちゃ気になるんだけど、何があった、水に落ちたらどうなるのか気になるんですけど、めっちゃ気になる。これやり直しできるよね。あれあんだよ。
なんだよなんだよくそ、なんだよこの視認性の悪さ。あれを思い出すよ、あのダークソウル1のなんだっけ、オロチ、ヤマタのオロチ、あいつマジクソだよな。こうやってさ見てさ、いまいちわかんねえんだよな、切れ目が。でリメイクになってわかりやすくなるかなと思ったら、なおのことわかりづらくなったっていう、どういうことだよ。ここから潜入するの。静かすぎる。もうゾンビだらけですよ、中は。ウイルスが、Tウイルスが。ああ、こいつ車を。お前車なんて結構いい値段。いや、ドリームキャストのゴジラのゲームがこういうゲームだって。ドリームキャストもさ、あのすっげー初期の頃に出たゴジラっていう、ゴジラなんちゃらかんちゃらっていうゲームがあってさ、で、今見たら大したことないんだけど、やっぱ当時としてはこうグラフィックとかもすごくてさ、ゴジラをこう自由自在に動かしてるすげーと思って。俺確かね、初めてドリームキャスト最初に買った時に一番最初に買ったソフトがそれだったっていう、ゴジラだったんだけどさ。でそのゲーム何をするかっつったら、あのゴジラを操って街を破壊するっていうゲームなんだけど、それだけなんだよ。なんていうか、その他の怪獣と戦うみたいなのは全然何もなくて、ただシンプルにゴジラで街を破壊するっていう、そんだけ。しかも割とダメージ食らうんだよな、物壊すと。こうやって物壊してるだけでなんか HP 減ったりとかして、いやすごいゲームだったな、あれ。全然面白くないんだよね。驚くべきことに。まあ、最初の5分ぐらいは面白いけど。おやってなる。で、どこ行くのこれ。そんなのはどうでもいいんだよ。ゴジラ。ドリームキャストのゴジラの話はどうでもいいんだよ。ちなみに、ね、2は、避けろ。あ？2は怪獣と戦えるようになったらしい。射線から位置を特定しろ。間違えた。何しよう。できる。ちょ。どこ行ったあいつ。あ？ふざけんな。おい、弾が当たらん。
やったか？やりました。冷静に暗号通信。こいつが交渉を一夜にして落としたのか。621、調査を進めるぞ。どこに行けばいい？なるべく壊さないように、なるべく壊さないように進んでもらえますか。今んとここのゲームのジャンルはロボットを使いゲーム。怒られそう。だってそうじゃね。今んとこ俺がやってんのってロボットに乗ってお使いしてるだけだぞ。俺アーマードコアってさ、全然知らないんだよね。全く知識ない。ないでやってる。その、何か断るごとに何かが起これば、アーマードコアが発売されるみたいな、そういうネタしか知らない。実際どういうゲームなのかとか全く知らないでやってる。でも今6でしょ、これ。もう6ってことは、5までは出したってことでしょ、どっかで。すごい。6ってことは5まで出したってことだね。小泉公文に片足突っ込んだみたいなこと。てしまった。こっちじゃねえのこれ。どこ行くのこれ。向こうかな。向こう行けた。こっちだな。狙われているぞ。同型のステルス機体か。距離を詰めていけ。621。621。どうやら今度は一体ではない。マジで。スキャナーを使え。迷彩にはマーキングが有効だ。残り 50%。 あ、いた。あまり賢くない戦い方をしてる気がする。すごい。あんまどこも癖みたいな。おい動くな。スキャンってどうやってやるんだっけ。下かな。あ、そう。
先に進め、慎重にな。これでスキャンしながら、なんかこういうゲーム昔やったことあるな。これなんだっけ、あ、アサシンクリードだアサシンクリードであったね、こんなの。懐かしい なんかこんなんやりながら進んでてる。懐かしいな、アサシンクリード。アサシンクリードのエジプトのやつは面白かったな。エジプトのやつは面白かったけど、なんかなんだっけあれ、エジプトじゃないやつ、ヨーロッパのやつ、ヨーロッパのやつ、あれはなんかね、まあなんかやってること何、残骸から抜き取った文章データ、解放先生の師父サム・ドルマヤンの書き残した随想録の一部であるようだ。彼女は私の意思を尊重するという。ここを渡れば人間世界の悲惨、渡らなければ才を投げる覚悟は私にはできずにいる。何言ってんのこいつ、難しいことを言って俺のこと混乱させようとしてる。なんか難しいこと書いといたろう。難しいことを言えばなんか煙に負けるでしょうって思ってるぜ一人か。お、難しいこと言って、なんか難しいこと言ってごまかそうとするなみたいなこと俺も昔言われたことあったけど、別に難しいこと言ってねえんだけど、それ以上説明しようがねえから、お前のリテラシーというか IQ を上げてくれとしか言いようがなかった、その時。それについては未だにそう思ってる。な、何話聞いてなかったえ、何、直接攻撃外しすぎっていう。進むぞ、621。回復はないんですけど。
支給品を、支給品を支給頼む。これはコモラル反応か。コモラル反応。621降りて確認しろ。なんか突然の予感。チェックポイント通過って返したし大丈夫でしょ。間違いない、この液体は。液体、入って平気なんだ、まあ、人間じゃねえからな。これがダークソル1とかだったら死んでるかもしれない。微量だがコーラルが混じっている。地中脂脈からの輸出現象。ボースが色を隠していたということか。上から来るぞ621。上から来るぞ。4機はきつくないですか、いくらなんでも。こんな何の遮蔽物もないところでめっちゃ死体蹴りされてるし。バリア展開してるやつがいる。これつながり、これはコーラル反応か。こっからがよ。621降りて確認しろ。間違いない、この液体は微量だがコーラルが混じっている。地中脂脈からの輸出現象。ボースが色を隠していたということか。上から来るぞ621。どこだ。3機いや4機か。あ、いた。数が多い。だけど621。ちょい、これ登れないの。これきつくねえすか、これ。やつをとりあえず何とかしたいんだけど。これはコーラル反応か。張り付いてるやつどうしたらいいのか分かんないんだけど。降りて確認しろ。ここはあるけ。ここはいけんのかな。
こ行くにはエネルギーが足りないよ。そこもだって立てないでしょ。あ、ここは立てるんだ。これは？これは落ちちゃう。間違いない。この液体は。これ上に張り付いてるやつどうすんの？これ。あ、ここは？ここもダメ。これダメでしょ。なんか壁にへばりついてたぞ。だってあんなのどうもならなくないか。いや、うまくできてんなこれ。ギリギリ足りねえ。立てここダメ。あ、ここいける。ここもあるけど、ここにいたところでな。ちなみにここから上はもう行けないと。ここ足場にできるんだったら話わかるの。微量だがコーラルが混じっている。地中脂脈からの輸出現象。ボースが移動を隠していたということか。上から来るぞ621。こうやって、そうか、叩き落とせばいいのか。3機、いや、4機か。数が多い。かっこめき始め、6人一。残り1個やって。むちゃくちゃされてんだけど。ダメ、こいつがダメだってことでしょ。こいつは守りが固い。先に他を落とせ。他って言われても。どっから狙われてんの。直接攻撃当てるのが下手すぎて。おい、1対1で勝負しろ、この卑怯者。こんな何もないところじゃ、ゲッターロボも幕末ゲッターチェンジもできねえし、若林作戦もできないし、どうしろっていうの。
ジで。うわ、あれかな。さすがにお金稼いでもうちょっと装備良くしてから来てくださいっていう、そういうこと。間違いない。この液体は微量だが、コーラルが混じっている。どこに何がいるか全然わかんない。ロックオンがさ、うまくできないんだよね。上から来るぞ、621。どこだっけ。さあ、微妙に場所ちげえな、こいつら。小賢しい。3機、部屋で4機が。じゃねえ。残り 50%。 いや違う、こいつじゃないんだ。残り 30%。 なんかあれ、こいつ、あれ、なんかシールド、この水色のやつがシールドじゃないの。こいつじゃねえんだから、狙ってんの。わっけわかんねえな。どいつもこいつもさ、見た目が似たようなやつしかいねえからさ、わけわかんなくなって。特徴つけてくんねえかな、見た目に。右撃を集中を切らすなよ、621。集中とかって問題じゃないんだけど。的なことをしないとダメなんじゃない、これ。この辺全然買ってないし。やめた。ダメだこれ。なんかこの辺のやつやった方がいいんじゃない。近接武器増やしてえなっていうのは確かにある。ミサイルあってもしょうがねえからさ、近接懐に潜り込んだ時にもう一発くらい殴りたい。ミサイルとかマジで使い道ねえな。何のためについてんだこれ。
ホーミング能力低いし。戦闘技能検証プログラムナンバー28ランク F。 今回の対象は AC バーンピカクス、識別名インデックスダナム。検証を開始します。メインシステム戦闘モード起動。親切だからな。結局親切ゲーなんだよな。なになになに。あーそっか、当たんねえもんこれ。豆鉄砲とかにした方がいいのかな。こんなもんに当たるアホいねえ。やられる前にやれ。殴ってるだけじゃねえかこのゲーム。目標の撃破を確認。検証を終了します。お疲れ様でした。あおろ。これで空中でこうブースト連打するのが煽りになるっていうこの世界。やってると向こう側から灰皿が飛んでくると。灰皿が飛んでくるなんてマジであったのか。怖すぎる。そんなもん投げたらどうなるのかぐらい、当たったらどうなるのかぐらい想像つかねえのか。ちょっと待って、構成をまずさ、まずもうミサイルいらねえから、これをもうバズカと剣にしちゃえ。でお前のね機体のやつを全然買ってないから、これをちょっとなんとかした方がいいような気がする。何を強くすればいいか。これは何、ちょっと確認していこう。手堅い性能。ああ体力結構上がるね。これは体力が逆に下がる。軽いのか。ああめっちゃ軽いんだ。軽いとどうなる。動きが速くなる。何がいるんだ。空力特性、軽さと安定性、とにかく重いやつない。とにかく重くて強いやつない。
そうなるとこういうのになってくる。あっけえな、39万円。パソコン、いいパソコン買えるな。次買うパソコン39万ぐらい、40万ぐらいのパソコン買いたいけどな。40万ぐらいのパソコンと20万ぐらいの液タブ欲しいから、とりあえず60万円ぐらい欲しいんだけど60万円ください。重量コアパーツ、あーでもなんか、うわめっちゃ重い、その香り。軽くなるとどうなるんだろうな。大体重くなるよな。頭だけだな、なんか。大体重くなる。あ、これ軽くなるな。え？何これ、こんなのあんの？タンク重っこれどこなんだろう。腕めっちゃ太くしたい。腕もポチョムキンみたいにしたいんだけど。となるとこれか。ちょっとお金足りないな。お金稼ぐのどうすればいいのこれ。戻って。できんの？あ、できるんだ。お金もらえんの？上積みミッションを繰り返しプレイでき、内容によってランク評価を確認することができます。お金もらえんのか？あ、もらえんのか？密航。これ最新のやつでしょ？これ何回でもできんの？今だったら余裕だろ、これ。こんなん。これでもう最大強化して挑むしかないでしょ。最大強化すれば強くなる系のゲームなんでしょ、これ。知らんけど。メインシステム、戦闘モード。ダークソウルとかだってそうはいかないからな。その代わりあれだ、装備が最初の装備のまま装備でやらなきゃいけない。使うタイミングがゴミすぎる。そういうご意見もお待ちしております。ちゃんと見て振ってん、相手との間合いを確認して、自分の射程範囲をちゃんと理解して差し返してください。それが格闘ゲームの基本です。全部撃破してった方がいいのか。Okay.
ったらミサイルも全然有効なんだけど、だんだんと役に立たなくなる。受けてまでに弾残ってる。あれもじゃね。あれ。これ大体始末したの。こいつは無限脇とかじゃねえだろ。どうでもいいけど。違う方向に近接武器がすっ飛んできる。このライセンスはどうだ。ライセンス。ガキの使いでしか見ない。言われてるけど、目当てのものではない。ガキの使いすら俺見なくなったから、ね、生きてるのかどうか知らん。マーカー情報を送る。当たってみろ。ガキの使いってそもそもまだやってんのか。アルバム
ああやべえやべえ、死ぬ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 、おいー死ぬ、ざけんなよマジで。もうこれでお金減る、もらえるお金半分ぐらいなんじゃないこれで。ざけんなよ。はあ、うっとうしい。ザコと遊びすぎたせいよ。傭兵ランク圏内。識別名は。やはり目をつけられていたか。風速機構とやり合うのではないが。カモン、兵役しろ。今ならお前が特定されることはない。死ぬ死ぬ死ぬ。まあまあ死にそうなんだ。この雑なプレイ。おーし、やばい、また死ぬ、どこだよ、勝てねえ、こいつに勝てなくなってる、いくらなんでも雑すぎるっていうのを意見は聞くけど、左から耳、右に流れていく、耳を通過するだけだ。あれだ、あの残骸にアクセスしろ。登録番号 RB23 傭兵ランク圏内。なんかさ、ロックオンがちゃんとしてくんないからさ。あ？ロックオン状態なのかさ、何なのかよく分かんねえんだよ。これ今ロックオンだって。ずる、それずるくないっすか。
地味に死ね。やばい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 。おーぶねえ。まあまあ強いんだけど。惑星封鎖機構 S G 大型武装ヘリの撃墜を確認した。軽いけどきつすぎるわこの。621今日の仕事は終わりだ。手に入れたライセンスの識別性を伝える。ストロングゼロ飲んだことないけどな。俺レイブン、これがお前のルビコンでの名義だ。621は何だ、誕生日かなんかだ。半額もう8万円しかもらえない。こんなんだったらもうめっちゃ簡単なやつで、簡単で短いやつで稼いだ方がいいだろう。全然買えねえじゃん。でもなんかあれだよね、一発強い武器ばっかり持ってるから、今使ってたアサルトライフルみたいなやつ、アサルトライフルの強いやつみたいなものを持ってた方がいいんじゃねえかっていう気がしないでもない。あとショットガンか、ショットガンいいな、ショットガンいいなとかもあるんだけど、とりあえずちょっと、でもなんか何を装備してもなんか重くなるし、エネルギーの負荷は上がるし、この辺から強くしてた方がいいのかな。これはでもこれはこれでエネルギーの負荷が上がるんだよな。最初にこういうのをジェネレーターを買って容量を増やしてって感じ。めっちゃ重量上がんだけど。これは何が分かる？ミサイルロックどうでもいいよ。ミサイル使わねえし。これが何？これブースターか。あー、でもスピードが上がるっていうのか。エネルギー出力不足。とりあえずジェネレーターを買うか。ジェネレーターを新しいのにして。めっちゃ重くなるけどな、これで。俺今買ったやつどれ？あれ、なんかすでに何か買ってるんだけど買ってるけどつけてねえっていうやつが一番いいのを買おうぜっつって買ったんだっけこれ。確かそうだよな。なんだよ鳥頭。売ればいいんじゃない。俺いくらで買い取ってくれるの？だよな、そうだ、めっちゃいいやつ買ったんだよ。そうだ、思い出した。定価で売れるの？でもこれそんなことはなかった。半額だな。まあまあでもとりあえずリプレイ、これ1回やったらもうダメなのかな。2回目はもうもらえませんよっていう、そんな感じ。そこまでお金いらねえしな。もっと簡単なやつなかったっけ。輸送ヘリ測る、同型砲台測る、チーム、まあこんなもんにしよっか。自分で買ったことを忘れるっていうね。しかもまあまあいい金で買い物して、その存在を忘れてるっていう。やっぱ難しいっすわ。